はい、見て。夢。夢。ハンバーガー屋さんでーす。とりあえず、こっちはですね、この水を、20キロほどまで入れて、このバッグで、あれですね、階段を上り下りします。なんかしていくんですよね。常に。こんな感じで、何往復かしております。30回です。カブリオって言って、ベルギーの流れなんですけど、曲がんないんですけどね、これバネで。で、これに今、昼になると、色のスクレンズ入れてて、すっごい使いやすいメガなんですよね。これ実際私モンゴルのゴビ砂漠250キロマラソンでも使ったもメガなんですけどね、こういう感じで全体を覆うし、この耳の部分も、全くこう頭を包み込む感じなんでずれないし、ほとんどで軽いで、暑くても寒くても大丈夫。本当これがあればいいメガネです。多分一番今まで使ってて本当におすすめできるメガネですね。で、日本はね、売ってないテオっていう有名なメガネがあるんですけど、そこの、フートさんっていう作ってるオーナーさんがいるんですね。2人のうちの1人、その、方の娘さんがデザイナーさんなんですけど、インテリアデザインとかいろいろするその方のメガネですね。いいメガネです。これスポーツとかにはね、とってもいいと思います。で、終わり。で、